こんにちは、ナオキです。今ですね、デラモファッションセンターというところにですね、おります。私何度かここの動画を作りましたけれども、今日はですね、ブラックフライデーというですね、小売店のものが安くなる日なので、何度か来た時にですね、以前の動画見ては分かると思うんですけども、こんなに人いなかったと思うんですね。でもこんなに人がいるわけなんですね。ここはですね、ゴディバですね。はい。で、今ですね、見ていただいた通り、ブラックフライデーで 25% オフってなってますよね。で、チョコレートもですね、例外なくですね、安くなってるわけですね。で、ですね、日本だとゴディバっていうじゃないですか。で、ベルギーなんで、おそらく発音はゴディバで、日本語の発音の方が近いと思うんですが、こちらの人たちはですね、ゴダイバっていうんですね。で、エルメスもですね、フランス語なので、エッチは読まないからエルメスになるんですけど、こっちの人たちはエッチ読むんでヘルメスになるんですよ。なので私はYouTuber じゃなくて普通のサラリーマンなんで、ちょっとそこら辺英語って言ってる方にはちょっと、申し訳ないんですけども、英語でもですね、ちょっと間違った発音ですねが結構あるかと思います。どちらかというと日本の発音の方が近いですよね。あとですね、たまにここ見かけるんですけども、東京というジャパニーズライフスタイルお店がありますね。でここはですね、特に割引とかはないんですが、見てください、こういうような感じでグッズ売ってますよね。日本のあと日本刀も売ってますよね。上見るとまあいろいろちゃんぽんで売ってるみたいですね。うさぎが餅をついてる、絵があるんですが、ここ K 源って書いてますね。でこれですね、どら焼きとか売ってますよね。日本の和菓子みたいですね。クリスマスも近いのでクリスマス装飾になってますね。まだ11月の今日は24日なんですけども、あとユニクロがあります。以前の動画とですね、見比べてみてお分かりだと思うんですけども、とにかく今日はブラックフライデーなんですごい人なんですね。普段はですね、この場所にニンテンドースイッチはないんですけども、こういうふうなですね、イベントブースもですね、作ってるようです。ここはですね、ジュース屋さんですね。ここはですね、以前来た時にはなかったお店ですね。このタイプのジュース屋さんですね、以前私スペイン語で物を買ってみたみたいな感じで動画にしておりましたので、それも良ければ見てください。こちらはですね、以前食事したディンタイフォンですね。こんな感じですね。日本っぽいんですよね。でも中華料理屋さんですよね。以前動画にした時はですね、シューマイ作ってましたけども、今回はですね、なんかあんこを包んでますね。本当にですね、ものすごい人ですよね。見てわかりますかね、あそこの廊下っていうか通路、結構な人で埋まってますよね。まあ普段はですね、前の動画見ていただいている通り、そんな人はいないんですね。ここのお店はですね、バイワンゲットワン 50% オフって書いてますね。1個買うともう1個が半額で買えるってことですね。ガラージっていうお店なんですかね。見てください、ブラックフライデー、ブラックフライデーって書いてセールス最大で70% っていうことですよね。まあそれだけですね、まあ需要があるわけですね、この日は。ここのお店はですね、 60% から 70% オフですね。フードコートもですね、かなりの人がいますよね。あれジンギスカンって書いてるのモンゴル料理屋なんですけども、日本とはちょっと違うんですよね。モンゴル料理ってなんかいろんな食材を鉄板で焼く感じがモンゴル料理みたいな感じですね。でナイキもですね、ブラックフライデーで39ドル99セントってことで、ウェアもですね、結構これ肌触りいい感じなんですけど、その値段で売っておりました。これもですね、ナイキのパーカーですね。29ドル、まあだいたい3000円くらいですかね。29ドル99セントですね。以前の動画ではですね、なかったんですけども、あそこにですね、ちょうど目の前にですね、スポーツ屋さんがですね、できましたね。結構大きそうなスポーツ屋さんですね。スポーツ用品店はですね、なんだかというとですね、これジョーダン屋さんですね。マイケル・ジョーダンですよね。それではですね、本日の動画はこれで終わりにします。私ですね、その他にもですね、海外の動画作っておりますし、またゲーム実況動画も作っておりますので、よかったら見てください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではおやすみなさい。デラモファッションセンターからでした。